どうも、エルカビのエルカです。はい、どうも、ネルナイシです、ということでね、はい、まあ、昨日あの雪の影響で、はい、まあ、急遽ちょっとライブが中止になってしまいまして、そうですね、本所地域ビッグシッププラザに、向かっていた皆さん、すいませんでした。蔵前、浅草から来れるということで、両国からということで。僕はそこに向かおうとしたんですね、あ、そうです。いや、それを知らなかったんだ。名前まではさすがに覚えてないわ。本所チップ本所地域ビッグシッププラザビッグシップというところなんですけれども、なんか東京23区は注意報に変わったんだけども、神奈川県のところの方が警報がまだ出てるみたいなので、ちょっとお昼ぐらいですね、主催のオシエルズさんという、2人とも教員免許を持っていることでおなじみのオシエルズさんからですね、ちょっと LINE をいただきまして、はい、ちょっと急遽中止とさせていただきますという、なるほど、ことになりました、まあ、結構ね、黒板の写メで書いてなかった。いやいや、書いてなかったですね。黒板に今日休みで、オシエルズさんってすごくて、はい、日本の学校を一番回ってる芸人さんで。いや数えてるやついないよ。1年間で130校ぐらい回ってるのかな。130校。で、昨日も昼は公園で回ってて、その後に自分の主催のライブがあったという、ことで、で、自分の会社も立ち上げてて、もうそちらが、割とメインの仕事というか、で、なんか割とあの経済新聞とかにあの特集が組まれるような、すごっことで、文部省とズブズブで、いや、まあどうなんでしょうね、そこまで入ってるのか、どういう仕事の取り方されてるのか分かんないですけど、すごいね、ちょっといろいろね、いるね、そういう人。で、経歴も結構あって、前、僕、ご挨拶してもらった時に、なんか、僕の前のコンビからなんか知ってくださってるみたいので、だから、一緒に出てたのかな、その時から、ちょっと、名前は当然知ってるんですけど、いつからこう、あの密にね、一緒にやってたかっていうのは、ちょっと忘れてしまったんですが。で、その前回の本所地域ビッグシッププラザに行った時に、司会をやられてたのが木曽三中さん、元ダブルコロンの、木曽三中さんがいらっしゃって、ハット被ってなかったんですよね。被ってたでしょ。いや、俺最初見た時被ってなくて、で、誰か分かんなかったの。 MC をされて、まあ、木曽三中さんね、僕らもライブ一緒だったことあると思うんですけど、木曽三中さんが MC をやられて、僕らが M1 前の挑戦で漫才やった時に、で、その後に木曽さんが出て行かれて、毒づきまくってましたね、エル歌舞伎って言ってて、うわー、すげえ認識してくださってると思って、で、楽屋戻ってこられた時に、ごめんな、余計なこと言うてもうたかなって言われて、いやいやいや、全然みたいな感じで、なんか俺の心はって感じでしたね。なんかその、とても緊張、俺の心はレジェンダリーとお話ししたという、ことがあったと。急にそうだよね、会場入って楽屋入ったら木曽さんはちょっとびっくりした。木曽さんがすごい姿勢よく、全員が通るところにこうやって椅子に座ってね、座られていたんで、まあでも優しかったと、いうことでございます。根津さんの元相方さんということになりますが、まあ、今はね、アミキソメガネ祭りという、はい、時藤亜美さんとの、LINE ブログで見れる番組の、はい、司会をされているということなどを漫才で普段やっていたんですが、その日は控えた、ね、それはね、それはそうだね。アミキソメガネ祭りっていうのが、なんかもうタイトルが面白すぎてずっとつぼってたんですけど、その日は、まあ、時藤亜美さんとね、はい、そのネタはまあやらないように努めた、はい、時藤亜美さんが妊娠された時なんかもなんか真っ先にツイートされていたのは木曽さんで、亜美ちゃんおめでとうみたいな、はい、あとこの番組の絆みたいな、感じさせる一幕があった。メールの募集欄が、ダブルメガネのお二人がお答えしますけど、書いてあって、まあ、おぎはぎさんスタイルというか、そういう感じで、それはなかなか無理くりな、ダブルメガネのコンビということで、結構知らないだけでダブルコンタクトいると思う。ダブルコンタクトいるでしょ、それ。ダブルコンタクトは分かんないようにやってるわけなんだから、はい、ね、ということで、ございます、はい、で、昨日ね、かなり寒さもすごくて、はい、で、これね、本当にちょっとお伝えしたいんですけど、うん、寒さ対策一発でできる方法があるんですよ。何？昨日開発したんですけど、うん、ヒートテック2枚重ねですよ。暑いです。いや、汗かくわ。で、今もそれ着てきたんですけど、うん、ちょっと翌日まさか暑くなるって知らなくて。こんな暑いよ、今日。暑いです、正直。で、うん、まあ、つぶやかれてる方がいまして、うん、まあ、昨日だいぶ寒かった、もう4度ぐらい、あの平均温度。ああ、今日寒かったの中、誰が何と言おうと、あったかあったかあったかいいんだからっていうのを、うん、クマムシの長谷川さんがつぶやかれているということで。うん、まあ、そのおかげなのか翌日トレンド1位があったかいになってきたという、いや関係ないわお天気だよ、お天気がいいんだよ全国的に。お天気さんですか。お天気さんです。のりさんです。お天気さんは今2人になっているというね、はい、ことなんですけれども、父さんとのりさんね。そして昨日はですね、今日歩いていたら女性に、うん、わあ古賀秀さんだと言われ、うん、モノマネとか見てくれたんですかと言うと、はい、モノマネしてるんですかと言われたおしまいということで、古賀秀さんが古賀秀さんの、はい、もう単なる顔ファンの方と普通古賀秀さんさ、モノマネをね認識するんですけど、はいはいはい、モノマネやってるんです んですかってことでの、
だから俺らもね、あるかもね、いる歌舞伎さんで、あ、漫才とか来てくれてるんですか、え、漫才やってるんですか、うん、みたいなね。いや、怖いわ。結構、俺が手広くいろいろ仕事しすぎたせい、結構可能性は高いよ。あー、YouTuber だと思ってたんだ。YouTuber だとしたら、人が少なすぎるかもしれない。でもなんか格闘家でも、喋ってる人いるね。格闘家ね、自分の子供の同級生に声かけられてジム出してるんだけど、なんかその子供が、あの同級生に、〇〇のお父さんって YouTuber やってるんでしょみたいな。その YouTube だけで知ってると YouTuber になっちゃうね。YouTuber がもう、すごい職業みたいになってる。メインになって、ね。子供のなりたいランキング1位ということですから。子供なんてね、勝手にね、あのカラオケ屋の会員証も作らせてもらえないからね。そうだね。そう、あの何歳未満はできないか。できる。あのお母さんがロックかけてるから。ああ、お母さんロックかけられてる。なるほど。でかけられてない子がいて、それが作るんだけど、あ、携帯で作るからか。そう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 。だから俺そいつはなんて不良だと思う。なるほどね。不良中学生を今から俺はカラオケ屋で案内するんだと。懐かしいですね、春馬富士が問題になった時にね、リモコンでカラオケバンバンしたっていうネタやりましたよね。なんか不良とカラオケでそれ思い出しましたよ。あれネタやった後ね、改めてやっぱデモク触るとね、マジでやべえな。あの硬さに硬さに引くね。落としても割れないからね。そうか、床に落としてもカラオケのさ、 G-SHOCK だよね。部屋の中でね、エッチにしてる人とかよくいると思うんですけど、はい、それ以上の不良でしたね、電木バンバンは。電木バンバンはやばいでしょ。やばいよ。だから、今も言ったけど、本当にでかい G ショックだからね。マジで割れねえから、あんな。でも、力士は鍛えてるからね、それ耐えることはできない。いやいやいや、耐えらんねえからニュースになってんだろ。そうですか。耐えたらニュースになってないんだ。カラオケパンパンよりは良かったということですか。どっちも。どっちもですか。どっちもいらないよ。あの時にね、トロサーモンさんが M1 で優勝した時に、ツッコミでこう、村さんがパンって頭叩かれた時に、久保田さんが、春馬富士ですかっていう時事ネタを入れて、で、後にオール巨人賞がブログで、あのくだりはいらんかったなーっていう、あの巨人賞なんかね、やっぱ大阪の師匠、ああいう漫才ダメ説があって、ああそう、はちみつ二郎さんがニューヨークチャンネル出てたのね。あの、で、そのマイウェイっていう自伝出されたので、まあ、PR でも出てたんだけど、その時にザ・漫才の決勝でミノモンタのネタやったじゃん、あの東京ダイナマイト、もう伝説というか俺賞レース史上一番好きぐらいネタだけど、ミノさん、はい、あれかアメザリさんのドライブスルーのネタかってぐらい。いやいやいや、2001か2だな、1かな。衝撃受けたけどね、チーズバーガー1つください、お客様普通にご注文ください、なんやねんっていう。見てください2001。いやいや、今の時だと本当に頭おかしいだけど、ネット振りで見れます、めちゃくちゃ面白いんだけど。で、二郎さんがその、ミノモンタのネタやった後に、大阪、東京ダイナマイトさんさ、劇場の出番めちゃくちゃある人だから、NGK かなんか行った時なのかな、時に宮川大輔花子師匠に挨拶したら、花子さんに、なんやねん、あんたらあんな汚いネタして、あんた。会社に電話したで、あの日。いやいやいや、チクってるよ。だから、チクリあるんだ。時事ネタの特にそういうブラックなやつは、漫才としては邪道だったの、多分大阪にはね、あるのか。根付いてんだと思うね。だって俺大阪で時事ネタやってるやつっていないか。あのね、大阪の芸人に聞いた時には師匠とかはやるけど、基本的に時事ネタは師匠のもんだっていう。へぇー。のりおよしお師匠とか今はもう時事ネタやってるはずよ。あの、のりおよし、あの、西川のりおさん。あ、そう。やってやって。だってあの、週刊誌に結構過激なコラム持ってたしね、政治の。こと書く。ところで。時事ネタ、俺らのネタとかもう認められない可能性高いね。あると思うね。うん。と思う。わあ、でも逆に東京から来ましたったら許さないんだ。だから、こそ、だからこそやりたいよね。その、東京で普段やってるスタイルで。じゃないかな。急にあっち行ってね、そんななんか、さやかさんみたいな完璧な和芸、まあ、できないんだけど。やろうとしてできないんだけど。ねえ。お前のは免許返納やけど、免許報道や。わかります ?M1 の準優勝の、はい。でもあのネタすごかったけどな。俺ちょっと衝撃だったかな。作り込まれまくってるって感じだったけど、そうなるんだろうね、やっぱいろいろ俺らが知らないルールがあるかもな、向こうに。あるっぽいね。あるかもしんない。そのそう、なんか漫才はいろいろルールがあるらしいよ、噂によるとね。舞台は右足からとか、そういうの。いや、わかんないけど。スリッパはちゃんと揃えろとか。だってなんかこの前読んだ本でもなんか最初の方にさ、その漫才の本だったんだけど、なんかオール巨人師匠に私はこういった、漫才の中でこういうことはやってはいけないなど教わったとかって書いてて、俺正直そういうこと書くなよと思って、そういうことやったらどんどん俺ら浮かんなくなるだろうって思って、そんなのねえだろ漫才にって。あールールなんかねえだろ漫才に。
だからもしかしたらだからさ、時事ネタとかあんま M1 とかでさ、うん、まあ、あんま行かない取りづらいって噂あるよね、言われるってのってさ、やっぱ審査員の人が大阪系のが好きなのかなのもあるし、そのあるかも、ね、逆に言うとでも増田岡田さん、針金ロックさんで2001行ってたじゃん、うん、だからやっぱり時代のコンプラみたいのもな方が大きいかな、なんか時事ネタも通ったで、ナイツさんもさ、うん、年間を振り返るやつでも決勝行ってるっていうのが、だから時事ネタってこういう名刺ってのもあるし、うん、あと俺らもさ、普通に1年やって面白くないからさ、うん、芸人が見る芸人のリアルとか喋るじゃん、うん、そうするとさ、お笑い芸人のすでに面白い、ただってさっきのクワムシさんのツイッター読むとか邪道なんじゃない？あと小賀秀さんが小賀秀さんとして認識されてることを、うん、面白がってるやつはいや大阪で受けないじゃない？大阪俺初めて見たね、小賀秀をモノマネ芸人って知らないで声かけてるやつそれはそうでしょって言う大阪のやつは失礼だそれは失礼それはそうでしょじゃなくて、それはそうでしょ、ね、それ言わないでしょ、違う、その邪道、邪道ね、なのかな、わかな、ね、分からんな、向こうのルールあるかもしれないね、もしちょっと詳しい方がいたら、はい、教えてください、ぜひね、教えていただきたいんですけれども、はい、そしてね、平本蓮さんがね、出版社から多数のオファーが来てるということで、これ平本蓮さんって格闘家の24歳のめっちゃかっこいい子で、うん、で、まあ、なかなかこう K-1 から総合に転向してあんまり勝てなかったんだけど、はいはいはい、最近ドミネーター選手っていうのをすごい完封して勝ったのよ、勝っちゃったね、でもう負けてる時から俺は負けてねえんだよってのをつぶやき続けて、うん、雑誌の表紙取るっていうすごいあの逆境をやった子 で、はいはいはい、で彼が朝倉未来のことを書きまくって未来、うん、が裁判で訴えますみたいなことになって、うん、ミクルがツイッターやめたのも、まあ、この平本の誹謗中傷が止まらないからじゃないかって今言われてたけ ど、それはないだろう。でもここまで、いやでもね、平本がしつこかったからね、ずっと、まあ、なんかずっとやってんのはなんか、ね、だからミクルアンチもミクルに書きまくってたんだよね。あでも見て、はいはい、要は開いても楽しくなかったと思うよ、そのあの、まあ、ミクルも、まあまあそうかそうか、うん、通知ですげえそんなのばっかり、まあ、そう。でもそこまでやってたら出版社から多数オファーが来てると、いや最悪だ ねガーシーの本その流れだったらひどいよ、ガーシーの本の出し方と一緒シナバモロトも先天だえダメな流れですね、うん、まあでも炎上がまあ一個仕事になるっていう時代の一個のモデルだね、ある種別にそれがいいかどうか知らんけど、うちとしてね、うん、はい、ね、でもそんなん言ったらさ、東京ダイナマイトさんのミノモンダのネタでバズったのってさ、うん、あれ炎上系漫才だよ、まあそうそうだな、昔さ、うん、日本放送のさ、なんかあの前説、うん、やらしまった時にさ、うん、ライターの人とご飯行ったじゃん、うん、であの時にさ、やっぱり言ってたよね、あの炎上することがネタだからって言ってたよね、ネタって炎上することでしょみたいな、で結構古くからいらっしゃる方だったけど、いやだからあれだよ、モハメドアリがツイッター使ってたら危なかったな、確かにやばかったよ、もうもう、あもうアゴペリカン、ペリカンやろうってめちゃめちゃ、でも140字で足りないんじゃない何千字喋ってる、何秒の間いやだから30秒1分ぐらいの動画載っけてんだよ、ツイッターの。タカさんとかがさ、スポーツ選手の偉業を称えてさ、帝京、うん、魂だけつぶやいてるツイッターいいよねまあ3文字、3文字とびっくりマークぐらい、今のタカさんだから言う、あの20代だったらちょっと危なかったもん、危ないよ、叫んなよ松本は危ないね、あの時代の人が今言ったらツイッター使ってるのかどうかだな、どうなんだろう、やっ俺思うんだけど、ビートたけしさんとか、うん、YouTube とかやってたんじゃないかなと思う、そのテレビでもういじるもんねえっていう感じ、でもさ、でもさ、なんだっけな、爆笑さんとかじゃなくて、そのちょっと下のぐらいの人たちはさ、うん、やっぱ芸人の数が少なかったから、うん、ちょこちょこテレビには出る機会は、チャンスは今よりあったっていうとは言うけどね、だから違うものに行ったのかもしれないね、うん、確かに、うん、かもしれない、もし今ね、大体だっちゅうのだけがさ、ずっとさ、でも、まあ、パイレーツさんなんて、まあ、TikTok でもいけたと思うよいけたな、パイレーツはいけたね、あの人どの時代でもいけたと思うよ、うん、だっちゅうの LINE、ね、スタンプとか、うん、アニマルの LINE、うん、スタンプとかも生まれてた、だってさ、昔のテレビの人でしょとかっていうイメージで言われてた山田邦子さん、 YouTube 人気あるからどっちもいけ、あ、まあ、見てない、違うか、昔のテレビの話をしてるからか、接続の時期なのか、昔のテレビの話を今リアルで喋るガーシースタイルというか、だから邦ちゃんが だから今さ、なんつうの、アロエヨーグルト食べてるとこ見てもあんまり伸びないと思う、それは見ないかもね、そんなにそうでしょ、そういうのやってん
のかな、アロエヨーグルト食べてみたってやっても多分なんか響きの長友さんがこの前誕生日だったかなんかで、そうなんか釣り番組がもう一個始まるかもしれないんでみたいな、なんかお笑い釣りなんたらなんたら今年も頑張るぞ、楽しみながら頑張るぞみたいな、すげえマルチな活躍してる、ハマチ釣ってんじゃないですかね、え、まあ、釣りの番組のどこでやってんのもね、ぜひ一回お邪魔したいなっていうのは、いや本当の邪魔になるけど虫触れないし遊び行きましたっつって、ね、虫ダメなんで、ちょっとやってみたいなと思います、はい、ということで今度はねちょっと機会あったらやりたいですね、はい、大竹誠、うん、関西で有名なあの大物司会者に怒られた理由とは、なんで喋らないんだお前は卑怯だと言われたというね何それ、これちょっと今度やりましょう、はい、誰なんでしょうね一体誰でしょうね、大阪の重鎮そうですな、ですといったところで、また来なさってください。